ますか？え、僕と？僕と？まずお互いが好きですって告白し合って付き合ってください。いや、まずその前にいきなり告白の前に僕は何回か二人で遊びに行っていろんなところに遊び…は？キッショ何？何？付き合う前にいっぱいいろんなところに遊びに行きたい二人で。なんか付き合う前が一番楽しいみたいな噂あるじゃん。だからその時間をいっぱいいっぱいしたい。で、ってすごいいっぱいそこで思い出作って、でもやっぱり告白とかいらないかも。なんかその、もう二人でいっぱい出かけて、もう気づいたら付き合ってないみたいなのがいいな。わかる？告白とかやっぱいいかも。え、今日告白されちゃうのかなとか。え、なんかもう我慢できない、もう好きって言いたいの時間いっぱい遊びたい。でも僕多分好きな人だったら48時間遊べちゃうと思う。26、7時間ぐらい経過したあたりにさ、もう眠くて限界の相手に、え、寝ないでまだお話しよう寝ないで寝ないで100回ぐらいした後さ、101回目ぐらいには相手死んでそうだよね。え、寝ないで寝ないで、え、100回寝ないで寝ないで寝ないでしても死なない人がいいな。殺人犯なりたくない。それ熱しやすく冷めやすい人の典型じゃん。いや僕全く冷めない。いや僕ね、理想論言ってるだけで、僕実際好きな人できて付き合いましたってなったら、やっぱいい女ぶりたいからさ、寝ないで寝ないでってしたいけど、じゃあ明日お仕事なら我慢するかってめっちゃ自分抑えるよ。あと、え、今日さ、地元の女がいる飲み会行ってきていいって言われたら、え、いいけど、いいよっていう。あ、全然いいよって言うけど、内心めっちゃ嫌だ。めっちゃ嫌だけど、余裕のあるいい女ぶりたいからいいよっていう。で、48時間バロします。もう死ぬほど自分ね、嫉妬中なんだよね。もうその自分が分かってるから、1ミリもそういうダークな自分を誰にも絶対見せたくない。ちょっとでもそれが出ると、もう全部出ちゃうから、嫉妬が。好きな人とレリアどっちが大事？デリアントでしょ？